皆さんこんにちは。今日はですね、このリレンでスポンサードさせてもらってます、 J リーグのゼルビア町田の開幕戦です。今日は IR ロボティックスのキム社長と一緒にですね、今から開幕戦を迎えたいと思います。キムさん、ありがとうございます。おはようございます。いやー、今からねゼルビア町田の小学スポンサー会っていうんですかね藤田さん認定の会長がね藤田さんですね、栽培士の藤田さん で、はい、で部長が IR ロボティックスのキム社長なんですよね事務局長の小学スポンサーにもね入りたくてもなかなか入れないんですよねそうですね、プレミアムがついてて、はい、まあ、枠が限られてるんで、はい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 、はい、キムさんといえばあの M&A バンクでもおそらくね、多分ね、半分ぐらいはね、全部キムさんの紹介してる。リアルに、いろいろ車の中で MA の話していけばね、ポロッといい情報が出てくるんじゃないかと思ってますよ、キムさん。どちらかというとね、やっぱね、キムさんは職業柄、やっぱ IPO を是とするね。そうですね。はい。大将令。大将令。IPO ファーストは間違いないですよね。近年どうですか、IPO の傾向というのは。コロナ禍でも増えてる、ね。微増、はい、うん。まあ。コロナ独自の会社はやっぱり一定数あるんで、うん、IPO、例年通り。今年はだから去年と同じか、もしくは増えるかっていう感じにしてますけどね。100社行くかどうかみたいな。なるほど、なるほど。はい。業界的にどういう業界が人気というか、傾向とかあるんですか？外食とか人材とかその辺がまあ出にくくなってる。数が減ってるっていう感じはあり、うん、IT ビジネスに極端に寄ってますので、うんうんうん、あとは DX ってキーワード乗っかって大体みんな DX って入れてますよね、はい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 、見せ方ってちょっとありますよね。ありますね、うん、例えばここならっていう個人のスキル売買、はい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 、あれって結局講義にはクラウドワークスとかランサーズとかと同じなんですけど、確かに、うん、彼ら会社紹介のところに、うん、e コマースのように売買できるスキル、うん、なんちゃって書いてて、はいはいはい、結局クラウドソーシングには近いと思うんですよ、うんうん、だけど、まあ、e コマースではないけど e コマースのようにって書いちゃうんで、あ、なるほどねそれってそれを考える人っているんですか？それキムさんとか？あ、いやいやいや、うん、まあ多分中の人がいろいろこねこねして導き出すんじゃないですかね、うん、なるほど。じゃあどういう風な感じでこの会社を説明すれば株価がつきやすいかっていうか、うん、投資審査通りやすいかっていうことですか？印象論勝負みたいなことですかね。なるほどね。いい子も合わせて言っとけみたいな。うん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 。だからキムさんってあのマジ人脈スーパーすごいですから、もうベンチャー企業で会ったことない人いないんじゃないですか。いや、それというかあとねマザーズ上場してる会社の社長さん多分リアルに俺3分の2は会ってるんじゃないかそのキムさんから見てこの会社はすごいぞっていうところちょっと教えてください。例えばいや絶対 IPO できないだろっていう会社が上場したとか、あ、逆もしかり、はい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 、逆はちょっと言いにくいかもしれないけど、これだからもうバキューンで言うなるほどなるほどなるほど短期的にはマザーズ上場する段階ではなんかめっちゃすごいって正直あんまないですよね。なるほどなるほど、うん、その後に上場後の展開の仕方とか見て、うん、すごいなっていう会社は例えばシフトを関係者長のところとか、はい、チェンジの福留さんのところとか、はい、スラックスの中村さんとか、うん、株式市場並びに時価総額を、うん、そして投資家をハックしてるっていうか、うん、まあ、経営をハックしてるっていうか、うん、それがやっぱ垣間見える。あ、なるほどね。それがすごいなって思いますよね。要はだから上場するまでのゲームが一つと、上場した後に資本市場を駆使して、ね、いかに成長戦略を描いて実行していくかっていう二つ目のゲーム。そうですね。二つ目のゲームがやっぱ上場しないとできないから、そうです、ね、かつそれをやられてるのが先ほど言われた会社ってことですよね。そうです。丹下さんとかフルに使ってる認識ですし、うん、まあ、チェンジの福留さんも同じく、うん、ラックスの中村さんも同じくで、うん、それって僕思うんですけど、上場したら言い方悪いかもしれないですけど、うん、大洞を吹くとか風呂敷を大きく広げる力って重要なのかなと思うんですよ。必要だと思いますね、うん、事業展開と時価総額と
投資家の気持ち引っ張るのは、うん、結構近い部分があるなっていうのは最近思ってて、うんうん、ちょうど先週にあのフィデリティ投資のパートナーマネージャー15年ぐらいやってた、うん、木垣さんの話でも言ってたんですけど、結局オーナーは俺たちはこういうビジネスでこういうスピード感でこういう風に利益考えようと思ってるけど、さあ乗ってくる回ぐらいのスタンスなんだ、いい会社というか、うんうんうん、そこにそういう経営者に投資家は機関投資家もついていきたいというか、うんうん、かけたいというか、うんうん、その彼が描いてる世界と、まあプラスアルファちゃんと足元の数字見ながら、うん、それに乗りたいかどうかだ。なるほどね。そうやな、その未来力強く語らない会社はやっぱり株変わらないんだなっていう単純な、なるほどなるほど、痛感しました。なるほどね。大ボラ並びに力強く語れるかどうかみたいなのは、まあ、あるんだろうなっていうのは最近思いますね。なるほどね、はい、だから業績が見えても安定して買うというよりもこの会社大化けするぞっていうのに期待値、あ、そうですね、期待感ありますもんね、はい、上がりそうかどうかっていう、うん、いやーやっぱね MA のところばっかりいるとね凝り固まっちゃうね。収穫的に、まあ、秘密企業家も多いですけど、うん、その倍以上上場企業経営者がいて、で一部やっぱりそういう本当にすごいなって思う人たち見ると、まあ、そういう生き方したいなの方が僕は、まあ、強く感じますよね、うん、僕は思うのは上場企業の社長でも2パターンあって、その1つ目のゲームで終わってしまう人、あ、そうですね、で2つ目のゲームまでチャレンジして実行できる人は絶対上場企業にトライされた方がいいじゃないですか、はい、でも一つ目のトライで終わってる上場ゴールの人たちを見ると、はい、それは MA でよかったんじゃないかなと思うんですけど、その辺どうですか。大枠そうだと思いますね、まあ、同じ意見ですね、うん、まあ、せっかく上場してんだからもっと仕掛けりゃいいのにっていう、はい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 、はい、今回も実はデマンドエバンクにも何回か出てるポートの春日さん、お、はい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 、ポートの春日さん、あの先々週にうちのジャパンストックチャンネルっていう、おうおうおう、はい、上場企業社長ゲストの YouTube チャンネル、うちがやってるやつに来てもらったんですけど、はい、春日さんその素地感じますよね。なる、あ、皆さんね、概要欄にジャパンストックチャンネル貼ってます。これ皆さん絶対チャンネル登録マストでお願いします。グッドボタン、いやこれマジで参考なんですよね。多分ね、本当にあのクロートの人しか多分見てないし、内容めちゃくちゃ濃いんですよ。そうです、はい、ビジネスチャンネルですね。ビジネスチャンネルですね。春日さん、就活会議買収したり、ドアーズから外壁塗装買ったりとか、うん、例えば自分たちの立ち位置とできることを見極めて、ちゃんと事業ポートフォリオを組んで、どこをどう買っていくかみたいな、チャレンジって感じたのが明確に持ってますし、うん、そこの勝ち方の型みたいなのを持ってるんで、もうクリアにそのやっていくことが、その先を見てるというか、まあ、そんな感じしましたね。実は今回ちゃんと初めて喋って、うん、でまあ、年もまだ33、若いですよね、はい、だから10年後とか上から言うような感じですか、なんかいい経営者になってんだろうなっていう感じがします、ね、うん、いや、キムさんから言われた説得力あるな。これですね、車の中でね、車の中、効率的、はい、効率的、はい、台本も打ち合わせも一切ないですけど、ね、これ皆さん、ぜひジャパンストックチャンネルもチェックしてください。じゃあね、運転してるから、ね、はい、そうそう、こんなところですかね、はい、じゃあ今からゼルビア町田を完全に開幕戦ですね、行ってきまーす。ではでは、M&A 実務完全習得講座というものをですね、 M&A バンクをノートで販売始めました。これはですね、かなりのノウハウが詰まってます。会社を売りたい方はぜひチェックしてください。